憲兵、憲兵とは、大日本帝国陸軍において、陸軍大臣の管轄に属し、主として軍事警察を司さどり、かねて行政警察、司法警察も司さどる、兵閣軍の一種。日本陸軍においては、1881年、明治14年、フランスの国家憲兵制度、フランス国家憲兵対応班として、憲兵条例により設置された。なお、 この憲兵条例等の直令により置かれる憲兵を直令憲兵といい、この他に軍令により編成され軍司令官の命令に服する憲兵を軍令憲兵という。本校では特記のない限り直令憲兵について、承実する。名称は、軽兵とするはずであったとも言われるが、1873年3月12日の陸軍省条例に、すでに、 憲兵の語が使われていたことから憲兵とされたという。憲兵制度は、竹橋事件の影響や自由民権運動の牽制、警視庁の薩摩抜勢力の減災などのために創設されたとも言われる。憲兵設立の際、警視庁は憲兵部を設置して、警察官から憲兵への転出人事を行っている。休憩視局から転出して憲兵になることが、 予定された警察官は835人であり、これは東京憲兵隊の定員1612人、1881年3月現在の53%に相当した。初代東京憲兵隊長には、警察出身の三間正宏、別道第3旅団参謀が任命されている。憲兵省以上の35人、1882年9月現在のうち20人が。 警察出身だった。警察から憲兵に転出した警察官は西南戦争の際に動員された警察官であった新戦旅団警視隊。憲兵設置のその日に警視庁の警備係は廃止され、休警視局所管の兵器がすべて陸軍省に納付されている。東京府会は憲兵の配置は警察力の増強であるとして警察費を大幅に削減し、 巡査の定員が半減した1874年1月の巡査の定員6000名、1881年3月は3160名。なお、明治時代に置かれていた屯田兵について、平時は屯田兵派と保健兵に編成、屯田兵れいするものとされ、警察が十分に整備されていない、開拓時代の北海道において治安維持に当たるもとされた。 そして、トンデン兵諸勤務派本祖憲兵の規則に拒る兵しと、家どもももか、北海道によって派人民化障事無観かなるをもって、その歳目の除去農業不時派客手経定を生、すべきかこにかく長官の適宜に,にところするをもってか、と祖へし、トンデン兵零則とされ、憲兵勤務は事実上、長官の裁量に委ねられた。その結果、トンデン兵が実態として、 憲兵任務を担うことはなかった。日本の憲兵制度は、フランスの国家憲兵隊制度を参考にしたため、陸軍大臣の管轄に属するとされながらも、海軍の軍事警察や行政警察、司法警察も職務として、それらについては陸軍大臣以外の主務大臣の指揮を受けたまわるものとされた。具体的に憲兵は、陸軍大臣の管轄に属しとして、 軍事警察、軍事警察に係る者は、陸軍大臣及び、海軍大臣の指揮を受ける。ただし、外地においては、督則ありを司さどり兼ねて、行政警察、行政警察に係る者は、内務大臣の指揮を受ける。ただし、外地においては、督則あり、司法警察、司法警察に係るものは、司法大臣の指揮を受ける。ただし、外地においては、督則ありを司さどる者とされた。 海軍には独自の憲兵は置かれず、海軍大臣は軍事警察にかかるものについては憲兵を直接指揮できるものとされた。そのため、海軍の用人警護等には陸軍の憲兵が当たった。憲兵は武装していたが、警察比例の原則から暴行を受けた時やその占い神する土地もしくは委託された場所または人を防衛するに兵力を用いる他に、 他に手段がないときまたは兵力をもってしなくては、皇帝に勝つことができないときにのみ、武器を使用することができるものとされていた。貸し官兵であっても憲兵は適正な司法警察権の行使を完全ならしめるために、英内居住ではなく、一般、他の兵下各部の将校巡視官や古参加士官と、変わらず大半が英外で居住し、そのために、多額の英外家法も支払われていた。 憲兵は内地、外地を問わず将校巡視官のみならず、歌詞官兵であっても、私服を着用し髪を伸ばし一般人に寄贈した、捜査任務も多く、特に中国方面に駐殺する憲兵は、中国服を着用し、中国語を駆使し中国人になりすましての、隠密捜査や情報収集を大々的に行っている。第三次日韓協約、1907年。 明治40年7月24日締結の非公式取り決めにより、韓国における警察権が日本に委任されることとなり、韓国に中殺する憲兵に関する権、明治40年直令第323号を制定された。これによると、内地の憲兵が軍事警察を主とするのに対して、韓国に中殺する憲兵は治安維持に関する警察を 主として兼ねて、軍事警察を司るものとされ、主従が一般と逆転していた。これは、日本国外である、韓国内において、普通警察では、機動的な治安維持の任務を果たせないことに鑑みて、憲兵に普通警察の任務を果たさせようとしたものである。1910年、明治43年7月1日には、人員の不足を補うために、 朝鮮人の憲兵補助員制度が創設された。憲兵補助員は陸軍一等卒、陸軍二等卒の取扱いに準じるものとされた。1910年、明治43年9月10日、韓国に中殺する憲兵に関する権は廃止され、新たに朝鮮中殺憲兵条例、明治43年直令第343号が制定された。こうして、 韓国においては、憲兵が警察官を兼任し、朝鮮中殺憲兵隊司令官が、朝鮮総督府警務部長を兼ねる状態が続いていたが、1919年、大正8年にこの制度が廃止された。全陸軍の憲兵の頂点として、東京に憲兵司令部が置かれその長を憲兵司令官と称す。憲兵司令官は書記を除き陸軍中将内し、少将が捕食。 憲兵の部隊は一般の部隊のように連隊、大隊、中隊、小隊の編成を取らず、外地及び軍令憲兵によっては若干差異があるものの基本的に各種用地に配置される憲兵隊が基本単位となり、憲兵隊のもとに警察署に相当する憲兵分隊、分隊と称されるが人員は数十名が憲兵分隊のもとに 憲兵文献体が設けられている。職員配置憲兵司令部、東京に1個、本部、軍隊。第の編成、1895年の明治28年直例第95号によって、全面改正された憲兵条例によると、当時の編成は次の通りであった。なお、ここに言う、誤条とは、階級ではなく職名。 意味としては、読んで字のこと、五人、五、の長である。1896年、明治29年は、憲兵司令官が、陸軍少将からも認じられるようになった。憲兵官区が第一から第七まで定められるようになった。憲兵分隊が、府県単位に置かれるようになった。明治29年5月25日直百232号台湾憲兵隊。 条例で憲兵隊が台湾に置かれるようになったが、明治30年9月22日直例第332号憲兵隊、条例で台湾憲兵隊条例廃止となり、憲兵隊条例に統一されることとなった。また、この条例改正で、憲兵隊管区を第1内市第10と区分された。憲兵隊第1内市第7、憲兵隊,第,第,憲兵隊第8内市第10、 明治31年、1898年11月29日、直令337号憲兵条例改正によって、憲兵管区が15となる。憲兵隊、第1内市第12、文体本部5、憲兵隊、第13内市第15、5、5、明治32年、1899年9月11日、 直百381号憲兵条例改正によって憲兵管区が15となる。憲兵隊第1内市第12軍隊。憲兵隊第13内市第15。憲兵隊長は第1第5第12内市第15憲兵隊を通して2名限り憲兵大佐をもってこれにあつることを得明治十三年1九百年五月三十日。 直令、第255憲兵条例改正。憲兵隊、第1内市第12、軍隊。憲兵隊、第13内市第15。憲兵隊長は、第1第5第12内市第15憲兵隊を、通して2名限り、憲兵大佐をもって、これにあつることを得明治34年、1901年4月8日直令。 第29号憲兵条例改正。憲兵隊第1内市第12分隊。憲兵隊第13内市第15、明治35年、1902年10月13日、直令、第223号憲兵条例改正。憲兵隊第1内市第12分隊。憲兵隊第13内市第15、明治36年。 1903年3月26日、直令第58号憲兵条例改正。憲兵隊憲兵司令部及び憲兵隊には、経理部、衛生部及び獣医部士官、巡視官、下士犯人分官並定鉄校長を付することを得。明治38年、1905年9月6日、直令208号、乗馬陛下の者を、下憲兵の勤務を補助せしむるの言。 法令前書。明治39年、1906年2月8日、直令第18号により、韓国に駐殺する憲兵は、軍事警察の外行政警察及び、司法警察を司るただし、行政警察及び、司法警察については当官の指揮を受けく。明治40年、1907年10月7日、直令323号により、 韓国中東憲兵隊令が出る。朝鮮中殺憲兵条例、明治43年直令第343号が制定され、朝鮮中殺憲兵に関する配置等が定まった。朝鮮中殺の憲兵隊司令部は、刑場に置かれ、その職員としては次のものが置かれた。憲兵隊司令部、憲兵隊、憲兵隊司令部及び憲兵隊には次のものを付する。 ことができる。また、各憲兵隊管区に一憲兵隊が配置された。憲兵補助員制度は引き続き残置された。大正7年、1918年5月11日、直百134号南満州に在勤する憲兵上等兵の職務に関する件大正八年、1919年4月1日、直霊第十九号陸軍兵器部令改によって、 南蛮州に在勤する憲兵上等兵の職務に関する権は廃止となる。大正八年、1919年4月11日、直令第1 0憲兵条例改正によって、南蛮州における軍事警察に係るる者は、関東軍司令官、南蛮州における行政警察、司法警察に係るる者は、関東長官となった。大正八年、 1919年8月19日、直令第397号憲兵条例改正によって、朝鮮中殺憲兵条例が廃止。大正8年、1919年12月12日、直令第4 9 5号大正8年直令第389号朝鮮に、おける、憲兵分隊または、憲兵文献所在金憲兵の職務に関する、憲廃止。 大正9年、1920年8月7日直令、第240号憲兵練習所条例改正。大正12年、1923年10月10日、直令441号、各兵下のものを、して憲兵の勤務を補助セシュムルの言が採化された。大正12年、1923年11月13日、 直令代理白老寺に赤色をもって、憲兵の二次を、岸たる腕章を左腕に、まといふ。昭和四年、1929年4月12日、直六65号憲兵条例改正で、憲兵条例を憲兵令に改正。これまで、南満州としたものを、関東州及び南満州鉄道付属地に改正。昭和九年、 1934年12月26日、直令第395号検定令改正により、第1条中、第2条中、関東長官を、満州国中札特命全権大使に、第3条第1項中、関東庁民政署長及び同法院検察官を、関東州庁長,長及び関東法務院検察官に、第19条中、関東長官を、大使に、 第六条中、関東長官を満州国中札特命全権大使に改正。昭和12年、1937年7月31日、直令第378号陸軍憲兵学校令により、憲兵練習所は廃止となった。昭和13年、1938年6月北京に、憲兵訓練所開設。 品川憲兵将校以下の再訓練及び能力向上を期するため、指導は日本憲兵将校1内市2準以下しか2内市3名を配置。海軍の主要根拠地たる陳府の軍港教育を主に担任していた各憲兵分隊は憲兵隊に昇格。昭和17年5月に横須賀憲兵隊、旧横須賀憲兵分隊、横須賀陳府。 クレ憲兵隊、旧クレ憲兵分隊。クレ鎮守府、佐世保憲兵隊、旧佐世保憲兵分隊。佐世保鎮守府を、昭和18年11月に、マイズル憲兵隊、旧マイズル憲兵分隊。マイズル鎮守府が置かれた。なお、各下の警備府は従来通り憲兵分隊のままで、あった、大港憲兵分隊、大港警備府等、 昭和18年11月19日直令第875号憲兵令改正により、北部憲兵隊司令部が置かれる。北部憲兵隊司令官は、憲兵司令官に礼し、北部軍管区における憲兵隊を統括する。1945年、昭和20年、直令第152号、昭和20年3月30日付、憲兵令改正により、 以下のような職員配置となった。1945年、昭和20年4月1日、憲兵の配置編成が大きく変更された。これは、戦局悪化に伴い、本土決戦、結合作戦に備え主に内地の軍隊の大規模な改変が行われ、また、軍備の急激な膨張に伴う、軍用員の急激な増大に鑑み、 憲兵機構の整備を図るため各軍管区ごとに憲兵隊司令部を置いた。なお、憲兵隊司令部自体は昭和18年11月、すでに北海道において北部憲兵隊司令部として先行して置かれているものである。また、西部軍管区の区域にあっては、別に広島市管区及び全通寺市管区の区域については特に格別に憲兵隊司令部が置かれ、 各憲兵隊司令部の管区内には憲兵隊地区を設け各憲兵隊地区ごとに地区憲兵隊を設けることとする等の必要があることによって所要の改正がなされたものであるこれによると憲兵隊司令部が置かれる都府県はその憲兵隊直轄区域となるので地区憲兵隊は憲兵隊司令部が置かれない府県ごとに置かれるが北部憲兵隊にあっては旭川 釧路函館、カラフト憲兵隊が置かれた。昭和20年、1945年3月30日の改正による、中部、中国、四国の軍管区は、同年6月20日の陸軍管区表改正により、修正。満州方面には、関東憲兵分隊が置かれ、新疆法天、大連、春便、柿ここ、父春、父春、 孫悟、ボタン校、三三憲兵分隊、虎市憲兵分隊、縁吉、四平、金州、真島、公安、昭徳、入る、海へしゃ南何の各分憲隊があった。中国大陸には北シナ派県憲兵隊司令部、中シナ派県憲兵隊司令部と、南シナ派県憲兵隊、海風、観光、急行、広州、災難、徐州、上海、鎮太を、 関門、蘇州、蘇北、大原、カルガン口、帝州、天津、南京北京の各憲兵隊があった。このうち、観光憲兵隊は1945年、昭和20年7月26日に、第16方面軍憲兵隊への改編が決まっていたが、編成完結前に終戦となった。北品派遣憲兵隊司令官は、霊下憲兵隊とは、 別個に設置された北、品特別警備隊の司令官を兼ねた。北品派遣特別警備隊は1943年、昭和18年8月24日の軍令陸攻第81号によって設置され、東山に司令部を置き10個大隊と1個教育隊で構成され、特殊秘密作戦に従事した。秘密作戦という性格からか、 戦死率が高く、終戦までに800名を超す戦死者を出し、大隊長1名と中隊長3名を失っている。このほかフィリピンスマトラ島を見なかった方面憲兵隊の任地域と上級部隊は、下表の通り。終戦時の憲兵兵力は、国内外の合計でおよそ3万6千人であった。初代憲兵司令官には、 越後長岡藩出身の三つ正弘憲兵大佐が就任した。ただし、その後の憲兵司令官には主に陸軍中将、憲兵家を含む陛下の少将以上には、兵下分がないが当てられたため、人事運用上、憲兵家出身ではない者も多く認じられた。陛下の少将以上は、兵下分がないため、憲兵特有の階級としては、陸軍憲兵大佐以下の官。 階級が設けられた。また、司法権の行使に密接に関与する特別な部門であることから、1940年、昭和15年に、不評化、法兵化、帰兵化、公兵化、市長兵化、航空兵化の兵格分が廃止された際も、各部、衛生部、獣医部、経理部、軍学部などと同様に憲兵のみ存続した。1879年、 明治12年10月10日、当時、不評、騎兵、公平、公平、市長兵では大尉及び注意が、それぞれ一等及び二等に分けられ、また参謀は大尉のみ一等及び二等に分けられて、いたが、憲兵のみは大尉及び注意とも一等二等の、分類はなされていなかった。長らく最下級の憲兵は、憲兵上等兵とされていたが、1940年、 昭和15年9月15日に、旧陸軍憲兵上等兵は陸軍憲兵,兵兵長、兵1級と解消され、1942年昭和17年11月17日に憲兵兵長の2再度、新陸軍憲兵上等兵、兵2級が設置された。憲兵を設置した地方においては、憲兵将校及び憲兵菓士は司法警察官として、 憲兵卒は巡査と同じく司法警察の事務を行うものとされた。憲兵は他の陛下各部とは異なり将校巡視官か士官兵を問わず入隊時に憲兵科に指定される者はいなかった。他陛下からの転科志願者から在隊中の勤務態度が吟味され身辺調査を経て、さらに憲兵隊での学科試験や面接をもって充足された。このほか、 軍の拡大に伴い憲兵将校に不足が生じたことから大学法学部出身の格化将校の中から憲兵転加を命じている例もある。憲兵家軍人または憲兵家へ転加する軍人に対する教育は1899年、明治32年以降は憲兵練習所で1942年、昭和17年以降は陸軍憲兵学校で行われた。 他の兵下、兵士と異なり、戦時の消耗が少なく、また目立つ任務ではないことから功績を上げにくく、軍学部と共に昇進が難しい兵下各部とされた。兵士では多くが校長で、予備役編入、軍曹や総長、巡視官にまで昇進できるのはごく一部のものだけであった。兵、卒の場合も、実施学校で専門教育を受けるため、最下級でも、 憲兵上等兵以上となる。ただし、1940年、昭和15年マイナス1942年、昭和17年は除く。憲兵であっても兵卒は国民の義務として兵役に服しているのであって、本来は管理としての待遇を受けるものではないが、警察の巡査が犯人間待遇を受けていることとの均衡から、1895年、明治28年7月15日に、 憲兵兵上等兵も犯人間待遇を受けることと、なった。1942年、昭和17年1月から憲兵上等兵候補者を全国から募集した。募集にあたって学歴を一切問わなかったが、兵卒の大部分が小学校卒であった時代において、実際の合格者に占める小卒の割合は1割程度だった。 合格後の大群は破格のもので、1929年、昭和4年時点で、一般兵卒の月収が、当時8円80銭、小学校教員の月収が46円、ほどだったのに対し、1927年、昭和2年の陸軍給与令による、支給規定で、憲兵上等兵は、基本給7円に加え、憲兵下法7円50銭、 映外以下三十六円の支給を受け月額五十円五十銭の月収があった。騎兵や市長兵等と同じ盾はき、乗馬本文社とされ、貸し官兵であっても関給品として、乗馬長靴や革キャハン、拳銃、軍刀を廃用することになっていた。将校巡視官は、陸軍複製に則り、一般の将校巡視官と、同じく将校軍刀、式刀を廃用するが、 拳銃は常時携帯しない。憲兵の武器使用には、政権があったため、平時の武装はこれら拳銃と軍刀のみであり、有事の際にはこれに加えか士官以下は、騎兵銃など小銃を携行した。またこのほか、勤務手帳、憲兵手帳、呼び笛、補助、包帯などを携帯することが定められていた。なお、第一次上海事変時の上海憲兵隊や朝鮮、 憲兵隊の一部では、警備のため警器官銃や手榴弾の支給を受けることがあった。また、憲兵菓子官兵には、他兵科、兵種、各部の菓子官兵とは異なる、特有の軍装として、マントの支給を受けていた、主に防寒、防用。街灯は、全陸軍菓子官兵共通。このマントは、将校巡視官マント、北家は、街灯と、ほぼ同寸。 憲兵を含む、全陸軍将校巡視官共通、旧名称は、右服とは異なり、単寸、着丈は、上着と、ほぼ同寸法でケープに近いものであり、着用したままで、軍刀、拳銃や補助等を扱いやすく、その体裁の良さからも好んで使用されていた。マントは、着脱可能な頭巾を備える。エディショの色、色は黒色で、1940年の、 平和定職廃止、各部は存続以降は、極日章、六公極日の金属希章を、襟部に廃用した。このほか、主に貸し官兵は白地に、赤色で、憲兵と書かれた、憲兵腕章を左腕に着用する。この腕章は1923年、大正12年制定で、同年に、発生の関東大震災の被災地に出動した、補助憲兵が、 臨時に巻きていたものが正式となったものである。なお、商工巡視官は、基本的に憲兵腕章を着用しない。また、外地では、現地人がわかりやすいように腕章に記す、憲兵の漢字の下部分に、主に英語圏では、MP、MP、MP、フランス語圏では、ジャンダルム、ジャンダルムと、各国語で憲兵を意味する文字を併記した。1905年、 明治三十八年九月六日に、上馬陛下の者を、して憲兵の勤務を補助せしむるの源。明治三十八年直令、第二百八号が制定され、英寿総督または、英寿司令官は、上馬陛下、騎兵家などの者を憲兵分隊長等の指揮に属させ、憲兵の勤務を補助させることを認めた。この憲兵の勤務を補助する者には、憲兵条例が順用された。 これによって指定された者は、所属陛下の服装を着用し、その上で左腕に赤布の腕章を着用した。1923年、大正12年10月11日に、各陛下の者のを、指定憲兵の勤務を補助セシムルの元大正12年直令第441号が制定され、必要により、憲兵官以外の各陛下の者のを、 補助憲兵とすることが認められた。補助憲兵は憲兵分隊長等の指揮に属し憲兵の勤務を補助するに過ぎないが憲兵条例が準用された。これによって指定された補助憲兵は所属陛下の服装を着用し憲兵腕章を着用した。なお、これら補助憲兵は正規の憲兵とは異なり逮捕権や捜査権は持てず、あくまで補助として用地警備や 災害発生時などに臨時で任命され、使われる立場であった。そのため、正規の憲兵が教育面や意識面で選抜されていたのに対し、質の面で差があった。著名な憲兵としては次のものなどがいる。陸軍軍人軍属意形罪処分令により、陸軍の軍人、軍属の犯した意形罪は、憲兵部、憲兵部が置かれていない地では、 警察署で処分できたこともあり、一般兵にとっては、官軍護法のため何かとやかまいことを言う、目の上の断固部的存在であり、またその職務上から高圧的態度を取る憲兵もいた、ため、イメージは良くなかった。憲兵は、陸海軍司法警察官として、陸海軍大臣の指揮を受けて、軍事警察を司っており、平時では原則として、 一般国民を対象とすることはない。ただし、憲兵は、司法警察官の身分も有し、司法警察が捜査することが難しい政財官会の有力者を捜査するにあたっては、司法大臣と検事総長の指揮を受けて、一般国民に対して、司法警察官の権限を例的に行使するものとされていた。しかし、治安警察法及び治安維持法等を、 一般警察同様に、一般国民に対しても適用する立場であったことから、次第に反戦思想取締りなど、国民の思想弾圧にまで及ぶこととなった。1923年、大正12年9月の関東大震災直後に、東京憲兵隊渋谷憲兵分隊長兼、麹町憲兵分隊長、天笠正彦憲兵隊員が、大杉久氏、 伊藤の絵及び立花の総一を殺害するという事件を起こしたカス事件、事件発覚後、憲兵隊の捜査により起訴されたカス隊及び森圭次郎憲兵総長は、軍法会議で有罪判決を受けて服役、また監督責任を問われて憲兵司令官小泉六十一少将らは停職となっている。帝国議会の開会中は10名ほどの特務憲兵が詰め、 議員の発言を確認していた。事前に政府や軍部に批判的な政党、議員の発言内容や攻撃材料を入手することも憲兵の任務だったという。東条秀樹の首相在任中には憲兵をして反対派を圧倒し、中野成功事件など、東条もこれを積極的に活用したことからこれらを東条憲兵と呼んだ。戦後、東条は周囲に 憲兵を使いすぎたと漏らしたという。対戦末期には戦争終結、和平工作をしていた吉田茂のもとにスパイを送り込み、陸軍警報第99条の容疑で吉田らを逮捕したヨハンセングループ。さらに憲兵は戦中の占領父案維持の任務を負っており、特に満州においては逮捕した容疑者を裁判に付さず、憲兵隊が独断で処刑する。 厳重処分が横行した。この背景には、満州国法において、貴族に対しては、臨機応変の措置として、裁判を経ることなく、死刑とできる、臨人格殺の制度が定められていたが、この権限が過剰適用されていったことが指摘きる。一方で、神明を落として職務に忠実であった事例として、藍沢事件で、東京憲兵隊長の新見秀夫憲兵大佐は、 長田鉄山陸軍省軍務局長を守ろうとして重傷を負った。また、2.26事件の際、反乱部隊が占拠する首相官邸から岡田圭介首相を救出したのは、東京憲兵隊所族の憲兵たちであった。戦後の BC9000 班裁判で有罪となり、処刑された者は1000名に上るが、その3割を憲兵が占めた。この高い比率は、 憲兵が一定の地域に駐留して職務に当たるため、顔と名前を覚えられやすいこと、また、他部隊が戦争犯罪に関わった場合、その後移動、壊滅するなどして卒追が困難になったことが影響している。1969年、昭和44年4月には、靖国神社境内に守護憲兵の日が混流されていい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。